温かいのやつを買う。じゃあ飲み物も入れて1000円のものをチョイスしてください。いってらっしゃい。出しましょう。じゃあね、ジャスミン茶。ジャスミン茶。そしてみたらし団子。みたらし団子。わさビーフ。わさビーフ。わさび好きでしょ。うん。ベリーラズベリーチョコパイ。ティラミス。ティラミス？結構高い。高級品じゃないか。そしてローソンなんで。やっぱり唐揚げくんのレッド。なるほど。いいチョイスじゃねえか。これで970円。おお、ほぼジャスト。わかりました。じゃあ一品目、もう潰されたハリートジューシーなホットドッグ。ホットドッグ潰されたの。飲み物、君が好きそうな酸っぱいレモネード。次は切り干し大根。多分しょっぱいもの欲しいなと思ってね。切り干し大根渋いね。次、新しいローソンの唐揚げ、パリチキ。パリチキ新しい商品だって。次、あ、これも潰されたの。これはごまあんまん。お、あんまん、いいじゃない。以上。いいか。以上で916円。はい。
1000円って結構悩む。みたらし団子入れるのは意外ですけど。みたらし団子も最初に入れたの。なんで？ピクニックといえば、俺はあんこが良かったよ。しょうがない。何がしょうがない？俺に買うわけじゃないか。